はい、こんにちは、ダンシュドーでございます。本日のですね、動画なんですけれどもね、サムネイルの方でもね、出しておりますんでね、皆さんご存知だと思いますけれども、私ダンシュドーはですね、本日をもちましてダンシュ600日をですね、達成いたしました。もうこれはですね、本当にね、視聴者のね、皆様方の本当に温かいですね、コメントであったりね、本当そういったところがですね、この私のダンシュ600日というところにね、もう直結してですね、つながっているということで、本当に自負しております。本当改めましてね、この場をお借りしまして御礼を申し上げます。視聴者の皆様、本当にありがとうございます。まあそういったことでですね、本日はね、ダンシュ600日達成ということでね、ダンシュトークということでですね、お届けしていきたいと思います。もしよろしければね、聞いてやってください。率直にですね、ダンシュ600日を達成いたしましてね、まあ嬉しいか嬉しくないかって言ったら、もちろんね、嬉しいんですけれどもね、よっしゃ600日達成だみたいなね、そういうものはね、あんまりないですね、正直ね。600日達成したからといって、正直申しましてね、ダンシュ1年の時ありました。ダンシュ1年やったぞっていうね、そういった達成感はね、すごくあったんですけれどもね、まあ普通ですね、ただただですね、まあ普通に毎日がですね、過ぎていく感覚なんですかね。まあただですね、まあその普通が、まあ、幸せなんでしょうかね。まあ以前の私のようなですね、ずっと、まあ、そういったことで酒をね、ずっと飲んでまいりましたけれども、まあその飲む前のですね、若い頃の私にね、戻りつつあるのかなといったような感じなのかなというところでね、感じているところでございますね。あとですね、ダンシュ600日間ですね、まあいろいろ1年間ダンシュして変わったこと5つなんていうことでですね、動画出させていただいておりますけれどもね、まあそんなとこがですね、まあ断酒していてですね、まあいいことばっかりなんですけれども、その中でもね、本当にすごいなと自分自身ね、思うことはね、ありますね。まあそれがですね、600日間ですね、全くこう風邪をひいていないっていうね、ところでございますね。まあ今年ですね、46になりますけれども、本当にね、30何年前とかね、そういうレベルの話だと思うんですけれども、もう600日間風邪をひかないでいるっていうのはね、本当に私の人生で初めてかもしれないですね。そのぐらいにこれすごいことだなと自分自身思いますね。なんで相当、まあ免疫力っていうものがですね、ついているのかなという実感はありますね。何かしら風邪ひきましたんで、喉が痛くなっちゃうこともありませんのでね、ああ本当これはすごいなと思いますね。まあそういったことですね。あとはですね、もう改めてね思いますけれども、酒をですね飲んでいる頃っていうのはね、まあ、晩酌でね、まあ、プシュッと夕方から飲むわけでございますけれども、そうすると夕方から寝るまでの間ですね、まあ酔っ払ってる状態だと思うんですよね。それでね、結構な量、まあ飲んでしまいますので、そっからまあそのまま酔っ払って寝ちゃうと。で、寝ていてもですね、酒を飲んでいると睡眠の質っていうのは、ね、極めてね悪くなりますのでね、まあ良質な睡眠も取れていないと、まあ、そういったことはですよ、今冷静にこう考えますと、酒を飲んでいたね、もう夕方から次の日の朝までの間ですね、本当にね貴重な時間をね、全くこう無駄にしていたと、まあ、酔っ払ってねいたということでございますよね。本当に時間を捨てておりましたね。そういった感覚ですね、まだありますよね。そしてね、まあお酒を買うってことは、まあもちろんお金がね発生するわけでございますよね。お金で買うわけですから、そうするとそのお金っていうのはですね、酒税ということで、税金がねもうかなり課せられているわけでございましてね、そういったことでね、決してお酒っていうのは安いものじゃないじゃないですか。まあそういったね、酒税をですねバンバン払ってですね、ビールであったりストロングチューハイをですね何本も飲んでいる状況でですね、本当に相当なですねお金がね、月々に換算しますとかかっていたと思うんですよね。
ということはね、もうお金だけじゃなくてですね、ね、脳をね、はじめといたしまして、特にね、まあ、肝臓をはじめといたしましたね、内臓全般をアルコールによってですね、もうじわじわとですね、もう蝕まれていくと。まあ、そういったですね、最悪のね、負の連鎖にね、陥っていくということだと思うんですよね。なんで改めて思いますけれどもね、酒を飲んで、ね、いた頃の私というのは、本当に思いますけれども、ね、時間とお金と健康、このね、生きていく上でですね、重要な3つをね、本当にドブにね、捨てていたのと全く同じだったなということをね、改めて認識をね、まあ、しているところでございますね。まあね、冒頭にもお話ししましたけれども、断酒ね、600日ね、今日で達成したからといってね、別に何のね、よっしゃみたいなものもね、まあないんですよね。まあそれはね、改めて今思うんですけれども、やはりですね、一度ですね、アルコールに脳を支配されてしまった人間というのはですね、わかりやすく例えますと、急斜面があるとします。で、急斜面に小さなね、小石があるとします。そこにかろうじてですね、引っかかっているですね、サッカーボールだと思っていただければと思いますね。まあそのね、状況でお酒というですね、ちょっとした力をね、後からね、ポンとこうね、押してあげるとですね、もちろんそのサッカーボールはですね、もうえらい勢いでですね、その斜面をね、もう転げ落ちてしまうというような状況。それがですね、一度アルコールに脳を支配されてしまった人間のね、状況だと私は認識しているんですけれどもね。ですのでね、まあ600日達成をした。で、続いてね、700、800、1000日達成。ね、2000日、3000日。今度ね、そうすると10年、20年、30年ということでですね、まあ私は一生酒はもう飲みませんので、そういった状況にね、なっていくわけでございますけれども、まあそういうね、本当にもう人生をですね、かけた長いスパンでの感覚にね、今私はなっておりますのでね、今後もですね、一歩一歩ですね、貴重なですね、日々の時間をね、もう酔っ払ってね、終わっちゃうような人生にだけは、まあ、なんとかね、したくありませんので、まあ絶対にね、私は人生をかけてね、戻る気はありません。そういったことでね、また気を引き締めてですね、断酒道をね、貫いていきたいと思います。まあそういったことでですね、本日は結構ね、こう、しんみりトークになってしまいましたけれどもね、また動画の方をね、上げていきたいと思います。私にですね、ご質問等ございましたら、何でも結構でございます。お気軽にですね、コメントいただきましたら、一生懸命ですね、回答していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。